万石、瀬戸万石瀬戸は、津島の中央よりやや南の東部にある延長約500メートルの運河。津島西部の浅地湾と東部の三浦湾を接続する。津島西岸と東岸を結ぶ運河はもう一本、大船越瀬戸がここより約2キロメートル南にあるが、万石瀬戸に比べて狭く浅い。また、万石瀬戸が航路であるのに対し、大船越瀬戸は、 漁港となっている。このため、多くの船舶は万石瀬戸の方を通行する。なお、万石瀬戸航路は開発保全航路に指定されている。千島島の上島と下島の境であり、ここより北部を上島、南部を下島という。運河上には国道382号の万石橋という橋が架けられている。現在の橋は1996年に架けられた三代目。 万石橋左が下島、右が上島万石橋手前が下島1900年に旧大日本帝国海軍によって浅日湾内の竹敷港にあった竹敷洋港部から津島東海上までの所要時間を短縮するための航路として改作された。当時は幅約25メートル、深さ約3メートルであった。1905年に起きた日露戦争の日本海海戦では、 水雷艇部隊がここを通って出撃した。1955年に満石橋が架け替えられた。この二代目の満石橋は、綱製のアーチ橋でバスの通行が可能になった。1974年7月に開発保全航路に指定され、1975年3月には幅40メートル、深さ4.5メートルに拡張された。1990年代に、 航路の再拡張が計画されたが、実現していない。1996年に架け替えられた三代目の満世紀橋は、この計画に沿って設計されたため、下島側の取付部が内陸に入り込んでいる。また、同様の理由で下島側の道路脇に設けられた公園も運河に面していない。日清、日露線域の頃は、クス水道と呼ばれた。 明治32年3月の工事、設計変更によれば、敷季幅24尺、深さ干潮面より10尺の掘割りとある。日本海海戦時に水雷停隊は、クス水道を通って、出撃はしていない。明治37年9月から掘割り克服のため道水道は締め切られていた。鎮海湾から第一船隊に随伴して出撃した水雷停隊は、波が高かったため、 三浦湾に一時避難しただけである。また、小崎湾に停泊中の第三艦隊不停隊は大口湾港を経て出撃した。ありがとうございます。